見てください皆さん、ヒラタシデムシがね、共食いしてますね。踏まれて死んでしまった仲間の死骸を食べてるんですね。もう死んでしまったらね、仲間同じ種類といえどもただの栄養源ですからね、このようにしてね共食いをしてしまうわけですね。うわーやばいな、シデムシ、ヒラタシデムシですね。うわやばこれ、これ共食いしとる。これね、ヒラタシデムシは幼虫なんですけども、ヒラタシデムシの成虫の死骸に群がってますね。幼虫が群がってむさぼり食ってます。子供が親を、やばやばいこれ、うん、ほらヒラタシデムシの死骸ですね。ちょっと頭頭部が見えておりますけど、これヒラタシデムシですね。ヒラタシデムシの成虫の死骸、あ頭がちょっと取れた、頭取れた、うわやば、みんなでねむさぼり食っております。幼虫が成虫を食ってます。やばちょっとこれ残酷だな、えぐいな、危ない、あーえぐいな、これ、あー危ない、うわでもまだ食べとる、食べとる食べとる、もうね同族でも何でもね食べられるものは食べてしまうんですよ。あ、ダニみたいなのがついてますね。自然界の掟ですな、うん、これはそうですね。もう死んでしまえばね、ただのタンパク質の塊ですからね。そうしたらね、これシデムシにとってはもう餌なんですよね。シデムシ、こういうふうに仲間の死骸も有効活用してるんですね。命の有効活用ですね、これ。うわぁ。うわぁ、むさぼり食ってる。むさぼり食ってますね。これ人間の世界ではね、こんなことしたら犯罪ですけども、これね、自然の昆虫の世界では、これ生き抜くためのね、仕方のないことなんですね、これは。利用できるものは何でも利用しないと。やっぱりね、いつでも餌にありつけるわけではないですから、食べられるタンパク質があったら取っておかないと、プロテインをね、プロテイン取っとかないとダメなんですね。ですからね、このように今、むさぼり食ってるわけですね。うわあ、こっちの方に成虫が、こっちの方に成虫がおりましたね。これ生きてる成虫です。あ、死んどる成虫がおる。本当ですか。ほら死んでる成虫、こっちはアリがたかってますね。アリさんがたかっておりますな。こっちはアリが食べてるんですか。アリが食べてますね。こうやってね、死骸は他の虫の餌になってしまうわけですね。こうやってして分解されて、でまあね、他の生き物の血肉になっていくわけですね、うん、この子は生きてますね。この子は健在です。こっちは死んでしまった子は、こっちはね同族に食われて、こっちはねアリに食われてますね。厳しい世界ですね。厳しい世界ですな。わあ、ほら群がって食べてます。さっき追い払っちゃったのも来てますね。来てますね。こうやってツンツンしてツンツンして、お腹空いてるんでね、追い払ってもすぐ帰ってきますね。お腹空いてますから、やっぱ他の餌を見つけるコスト考えたら、多少ツンツンされるぐらいだったら戻ってきて食おうかなっていう、なるほど、そういう判断なわけですね。うわーほらいっぱい食っとる。アリは自然界のギャングですから、自然界のギャングに囲まれてるものはもう食べないで、うん、こっちに、そうそう、アリがおるとよくわんから、アリに追い払われちゃうから、アリがまだたかる前のものにこうやってして集まってるわけですね。うわーえぐい、残酷っちゃ残酷ですけども、これ生きるためにはね仕方のないことなんですよ、ね、しっかりね栄養をとってね、立派な成虫ちゃんになってもらわないといけないですからね。うわーすごい、むさぼり食って、ほら頭取って、頭の切り口からああやって頭突っ込んでさ、肉を食べてるわけですね。お尻の方の子はあの上バネと下バネの隙間からこう頭突っ込んでますね。外骨格が硬いから、その外骨格を隙間に頭を突っ込んで肉をかじり取って食べてるわけですね。いやえぐいな、むさぼり食っておりますね。むさぼり食ってますね。いや残酷。ひよどし蝶ですね。ひよどし丸ですね。地味かっこいい。いやでもこれ開くとほら、お鮮やかなオレンジ色なんですよ。これひよどし蝶ですね。綺麗な、ブリブリ、ね、綺麗な答えですね。ブリブリでほら綺麗な、これはかなりボロくないですね。そう、新しいで羽化したて、この素晴らしい。裏面も枯葉みたいで綺麗なんですね。そうそう、裏面は枯葉っぽくなって、つまりこれ地面に止まっとったらもう落ち葉にしか見えへんわけ。カモフラージュですね。カモフラージュしてますね。いる？あー、話してあげてください。じゃあ話してあげようか。じゃあありがとう、ね、ひおどし丸話してあげよう。いけいけいけ、あれ死んだふりしとるから、ね、死んだふりしとる。鬼にビビって死んだふりを、よしよし、飛んでった飛んでった、びっくりした。鬼にやられて死んだふりしました、ね、たまに死んだふりするからね、縦波長仲間って。殺さないでっていう、多分逃げる可能性を見出せんだろうな。逃がしてあげましたけども、死んだふりすればまあ死んでるのは鳥は食わないですからね。まあ確かにね。でも俺はねカラスじゃないからね、鳥じゃないから